ちは、かおりです。今日は朝の葉の書き方をやっていきたいと思います。これね、フリーダウンロードできるので概要欄チェックしてみてください。まず方眼線を引いていきます。今回分かりやすいように1センチの方眼で書いてみました。で、4マスごとに赤い線を引いています。分かりやすいようにね、色分けしてあります。次は縦1マス横2マスで左右に斜線引いていきます。このね、三角が合わさってできています。これ本を元にやってるんですけど、どこが2で1なのかっていうのが分かりにくかったので、あ、ここの部分のことを言ってますよっていうのが分かるように書いてみたんですけど、ちょっと横長の平べったいひし形って考えてもいいのかなと思います。はい、で、黄色い線のところをちょっとだけ詳しくやっていきたいと思います。ここが横2マス縦1マスですね。で、ここにまず斜めの線を描きます。で、次は1つ2つ上に上がって、ここと、この赤い線が交わるところを結んでいきます。今書いたこの1段から2マス上がって、そこと赤い線の交わるところです。で、またここから1つ2つ2マス上がったところと、また赤い線が交わるところに線を引いていきます。で、この時に必ずここは平行になるので、ちょっと自信がない時は、おおよそ平行だなと思うところと赤が交わるところを結んでいきます。で、この時にちょうどここも2-1になります。2-1になります。で、こんな感じで全部引いていきます。私もね、本見た時ね、何のこっちゃと思ったんですよね。どこが2で1なんだろうみたいな。これ書いていくと分かるんですけど、2と1がね、分かんなくなってきます。途中から最初の2と1だけ分かるんですけどね、あと2と1どこ行ったってなるんで、ちょっと書いてみました。はい、で、次が縦3マス横2マスで、斜めの線を左右に引いていきます。これもね、本にそう書いてあるんですけど、どこが2で3っていうの最初だけわかるんですけどね、あとわかんなくなるんですよ。こんな感じです。はい、で、次青い線引いていきます。次青は2マス縦3マスなので、まずここに線を引きます。そしたらまたさっきと同じ、黄色の時と同じで、また1つ2つここです。1つ2つ上から、今度は黄色の交わるところ、ここですね、黄色が交わるところを通って線を引きます。横2マス縦3マスのところを斜めに引いたら、次はここから1個2個上がって、ここの点と
この黄色の交わるところを通って線を引きます。次また 1,2 色つけてるんで、まあ、あれですけど、まあ、難しいかなっていう気はしますね。まあ、縦長のひし形って思った方が分かりやすいかなと思います。結構ねこういうのがね本はね難しいなって思うんですよね。で、まあ、今までの合わせるとこんな感じになります。もうかなり線がごちゃっとなってくるんですけど、まあ、分かる人はねここに麻の葉が潜んでいるのがこう見えてくるかなと思います。初心者の方はね難しいかもしれないですね。苦手な人と得意な人と分かれちゃうかもしれないですけど、まあ可愛い模様なんでね、何回かね小さめで描いていくと分かりやすいかなと思います。すいません、これねフリーダウンロードのやつ修正前のやつで変な四角これ関係ないです。でもね修正したんで大丈夫かと思います。至らない点があるかと思いますけれどもご理解ください。パソコン技術がねどうもねまだまだ追いつかないのでお見苦しい点多々ありますけれども、活用していただければなと思います。はい、でこれ色つけない状態にして、で最後ね点線にしたんですけど、これ方眼と重なっちゃうからね実際描くとね見えないんですけど、縫う時にねどこ縫ったらいいのかっていうのがね分からなくなるので、まあ、一応この点線を加えてみました。はい、でピンクで分かりやすいようにねここが麻の葉になりますよっていうのをね描いてみました。皆さんもね自分でちょっと色分けしてみるとね分かりやすいかもしれないです。はい、フリーダウンロードできるこの説明書きは2枚になっています。まあ、全部じゃなくてもねどこかしら何か参考になる部分が出てきてくれたらいいかなっていう感じですね。まあ、理解の仕方ね自分なりの解釈を持ってた方が多分分かりやすいと思います。まず方眼線を描きます。これが麻の葉の模様の大きさになってくるので、細かい模様にしたい人は、まあ、1センチとか大きめにしたい人は2センチ、2.5センチぐらいがいいんじゃないかなと思います。はい、次縦1センチじゃない1マス横2マスで左右に斜線を引いていきます。こういうね形の三角形のことを多分言っているんだと思うんですけれども、平べったいひし形だと解釈した方が分かりやすいかもしれません。で次縦3マス横2マスでまた左右に対称に斜線を引いていきます。まあ、こういう三角が重なっているんですけれども縦長のひし形になっていきます。これ順番に全部描いていくとこんな感じになります。フリクションでね色分けしてもまあいいかなと思います。慣れてきたらね黒一色でやれるんじゃないかと思うんで何回か描いてみてください。で最後この点線の部分を付け足していくんですけれど もうそもそもねもう方眼線引いてあるから、まあ、縫う時のガイドライン分かりやすいように、まあ、工夫してみてください。フリーダウンロードするとこうやって2枚出てきます。必要最小限のことだけ書いているので、
まあ、参考までにっていう感じですかね。私の解釈になっちゃうので、皆さんご自身の解釈で作っていただければなと思います。